毎月15日の12時間限定で先着5名様のみ。もう5名埋まったらその時点で終了です、その月は。はい。皆さんこんにちは。新太郎です。ちょっとね、お知らせという形で今回急遽動画を回していますが、まあ、何のことかと言いますと、ズバリですね、新太郎ズサードプレイスと、今行っている無料相談会の募集ですね。応募についてのお知らせとなります。はい。 で、どういうことかと言いますとね、あの結論を先に申し上げますと、え、限定5名という形で、シンタラズサードプレイスと、えー、無料相談会ですね。もう先着の5名様限定。え、サードプレイスについては、毎月5名だけ。無料相談会は毎月5名だけ。っていう形で、応募条件をですね、変更したいというふうに思っております。はい。でなんで、あの、急遽、あの、無料相談会行っ,ったんね2ヶ月ぐらい、ずっと期間を設けて、あの、DM いただいた方 YouTube チャンネル登録と、いいねと、インスタグラムフォローですね。で、DM いただいた方に、無料素高やるっていうのを2ヶ月ぐらい、えー、今現在期間で設けてるんですけども、あの、思った以上にですね、ありがたいことに皆様から多くのご応募と、え、DM いただきました。本当に、ありがとうございます。はい。で、サードプレイスもですね、同じくあの、ご応募が多数ありまして、で、またあの、質問の方も多く DM いただいております。ちょっとあの、まだ見れてない方はすいません。順次、返させていただきますので。 僕の思いとしてはですね、本当に多くの人に無料相談会もしたいし、サードプレイスの提供もしたいというふうに考えてるんですけども、ちょっといかんせんね、僕が平日こう、いろんなとこ出張きながら、目まぐるしいサラ,リーサラリーマン生活を送ってですね、土日いろんな副業関係とかで結構バタバタ忙しい中で、まあ、なかなかこう、サードプレイスのメンバー全体まで見切れていないとか、無料相談会でもこう、たくさんお越しいただいて、なかなかこう、 あの、全員見れないみたいなところもあってですね、まあ、限られた時間を、えー、ちゃんとこう、その人で向き合ってやっていきたいという思いがありまして、ちょっとね、サードプレイスだったらメンバー、えー、無料相談だったら人数をですね、こう、ガッとちょっと限定でご応募の条件をね、ちょっと定めさせていただきたいなというふうに思っております。はい。で、えっ、ー、と、僕のキャパみたいなところが、えっ、ー、と、徐々に広がってきたりとか、まあ、こういうことするのも、サードプレイスも最近立ち上げたばっかりですし、えー、この無料相談会っていうのも、あの、こんだけ多く来たのは、 初めてなので、えっと、僕の中で慣れてきたら、徐々に解放したいと思いますが、ちょっと当分の間はね、限定制という形で、あの、やっていきたいというふうに思っております。はい。すみません、ちょっと何とぞご了承いただけますと幸いでございます。はい。で、えー、結論どうなるかと言いますと、皆さん、ここからちゃんと覚えて,てくださいね。まず、シンタローズサードプレス。これからですね、毎月15日。毎月15日。毎月15日が、シンタローズサードプレスの 応募日になります。もう15日限定です。1日限定。しかも15日の朝の9時から夜の9時、12時間限定です。毎月15日の12時間限定で先着5名様のみ。もう5名埋まったらその時点で終了です。その月は。なので、例えば、今月だと10月15日の朝9時から夜の9時まで、限定12時間。 5名様のみ。しかも先着のみです。はい。これはもうストーリーで告知します。皆さん全部インスタのストーリーでその傾向を見てください。今何名なのか、もう埋まっちゃったのかどうかみたいなところもぜひご確認ください。はい。で、無料相談会の方はと言いますと、今月は5名限定。同じく5名限定先着で目決めます。その代わり今まで15分だったんですけど、ちゃんとその人と向き合うという、あのー、目的もあるので、1人30分。 一人30分5名様限定で受け付けます。で、無料相談会の応募っていうのは、この動画が出る、おそらく10月の10日8時ですかね。20時から24時間限定あ。1日ですね。で、先着5名。これも5名埋まった瞬間におります。で、この経過も同じく、インスタグラムのストーリーで全部流してますので、インスタグラムのストーリーを都度チェックしていただけますと。幸いでございます。はい。もう一回おさらいしますね。 新太郎サードプレイスは毎月15日の9時から21時。12時間限で先着5名のみです。10月5名埋まったらそこでおしまい。11月はまた15日に9時から21時。この12時間限定で5名のみ。っていう形で、毎月5名様しか受け付けません。やっぱね、あの、あれなんですよ。初期メンバーなので、サードプレイス今立ち上げ機なんで、これからいろいろとでかくなることを予想した時にですね、やっぱ初期メンバーをすごい僕は大切に。 させていただきたいです。やっぱり本当にコアメンバーというか、初期メンバーとなりますので、まあそういった意味も込めてこう限定させていただいてるんですけど、ぜひ、そのあたりですかね、ご了承いただけますと、幸いでございます。ということで、はい。で、無料相談会は、この動画が出てから24時間以内。まあ先着5名様ですね。はい、ということで、新太郎サードプレイス、新太郎サードプレイスの応募は、概要欄のリンクから、ぜひ、えー、ご応募いただけますと、幸いです。 無料相談会については、YouTube のチャンネル登録といいね、そして Instagram のフォローで、DM ですね。面談希望という形で、え m DM だければというふうに思っております。はい、ということで、以上お知らせになります。ではまた次の動画で。